コハローンの顔見せろやコロンです。さあ本日はですね、明治安田生命 J リーグのですね第2節大宮アルディージャ戦の予想試合を行いたいと思います。今回大事な大事なホーム開幕戦という形なんですが、残念ながら小春は友人の結婚式で広島に行っておりますので、エディオンスタジアムの近くから東京味の素スタジアムに魂を送りたいと思います。ただですね、今回試合は見に行けないんですが、毎回おなじみとなってまいりましたコハロン VS ポンコツプロデューサートト対決第2節を行いたいと思います。前回は正解数はポンコツプロデューサーと同点だったんですけれども、得失点差で惜しくもコハロンが敗れてしまうという展開になってしまいました。なので次回3月11日ガンバ大阪戦、吹田スタジアム、コロン東京も参戦しますので、ここのスタジアムグルメはコハロンがおごりと。もしガンバ大阪のスタジアムグルメおすすめなものがありましたら、コメント欄の方までお願いします。さあ続いて今回の第2節の予想をしていきたいと思います。先にですね、コハロンの予想を見せたいと思います。こちらです。まず浦和セレッソ、これはまあレッツ前節負けましたけど、ホーム開幕戦は勝つんじゃないかなということで、ホーム浦和レッツ勝ち、甲府鹿島、鹿島も東京勝って、そしてでもムアントンに負けて、だいぶ調子悪いですけれども、まあここはそろそろ勝ちに拾ってくるんじゃないでしょうか。鹿島勝ちです。広島清水は広島の勝ち、 FC 東京ももちろんホーム開幕戦勝ってくれます。 FC 東京勝ちです。そして岩田仙台はこれちょっと迷ったんですけども、まあ結構両チームともですね、新加入選手がスターティングメンバーにも多いので、結構固めの試合になって引き分けになるんじゃないかと。神戸新潟、そういえば決まりましたね、ポドルスキー選手、ビッグネームの J リーグ加入は、まあ、FC 東京ファンとしては非常にですねライバル出現という感じですが、生でポドルスキー選手見れるのはちょっと楽しみです。味の素スタジアムにポドルスキーが来るということで神戸勝ちです。マリノスはまあ非常に愛媛市の調子もいい、ウーゴ・ビエイラ、そしてバブンスキー選手、外国人選手の調子もいいって勝ちじゃないでしょうか。柏ガンバ迷いましたが、まあ、ガンバだいぶ ACL でこう疲れてですね、調子悪いんで、これはレイソルが前節の勢いそのままに勝つんじゃないでしょうか。レイソル勝ちです。川崎とつ、まあ、これはちょっと、悔しいところもありますが、川崎勝ちです。川崎フロンターレホーム開幕戦ですね。そして山口、福岡、福岡勝ち、愛媛、松本。松本はちょっとスロースターターですというちょっと意見、アドバイスいただきましたので、まだ引き分けにさせていただいてます。で、名古屋、京都。この日も選手層を考えても勝ってくるんじゃないでしょうか。皆さんも、もちろん18歳以上の方ですよ、トトは。見てらっしゃる方いたら、ぜひ、トト、コハロンと勝負しまろん。ちょっとポンコツプロデューサーの発表をお願いします。これです。いや、そこ自分でちょっと見せてもらわないと。いや、おかしいでしょ。なんでお前の俺を見せるんだ。ちょっとポイント、解説するっちの方だけお願いします。前回あれだけ外したんで、もう自分の予想は信じずに、予想と反した。で、東京はもちろん勝ち入れてるってことですね、スタッフとしては。いや、引き分けはおかしいってさ、どういう予想なんですか、引き分けっていうのは。いや、本当は大宮ガチ予想なんで。いや。そうはいかないかなと思って、違います。なんでコハロンとだいぶ違いますね。なので、岩田仙台、岩田の勝ちですね。はい。これどういう展開ですか、これは。岩田仙台、岩田の勝ちっていうのは。川俣選手、中村俊輔選手もフィットしてきて、川俣選手がロスタイム決めるってことですね。コハロン東京と同じ。いや、違います。ということで、じゃあ今回も、負けた方は、その吹田スタジアムの次の、魂コンの時のスタグルおごりってことですね。はい。玉川クラシコ絶対ポンピーに怒らせましょう。さあということで早速 FC 東京対大宮アルディージャ、大事な大事なホームの開幕戦予想試合の方に行って見ましょう。さあやってまいりました。2017年初のホームでの試合になります。そして今年のホーム開幕戦のゲストは大池百合子さんでございます。どうも、大池、大きいに池ポシャの池で大池百合子でございます。本物は小池百合子でございます。やっぱり小池百合子先生は緑のこのユニフォームで有名ですので、ユニフォームというかジャケットで有名ですので、果たして
FC 東京のフォーメーション、前節鹿島、アントラーズと同じフォーメーションです。林、森重、丸山、太田康介、室谷、そして2ボランチは高木、橋本健と、左サイド、永井健介、右サイド、川野裕樹、トップ下、東、そしてワントップ、大久保、よしと、よしと、よし。さあ、大宮アルディージャのスターティングメンバーも見ていきましょう。コアロン注目の大前元気選手も入っております。大前元気のちゃんと、コアロン時もちゃんと覚えてきました。大前元気、お前元気、ここで一発ぶちかませ、お前元気、お前元気、お前のゴールが熱くする。ちょっとこれ非常に音程の取り方が難しかったので、もしごめんなさい、大宮サポーターの皆さん間違っていましたら教えてください。お前長谷川アリアジャスルジャスルジャスル、大宮のアリアジャスルぶちかませジャスル。若干変わってるんですね、アーリアジャスルのちゃんと後半部分が変わってます。さあ、ホーム開幕戦コアロン、今は去年はですね、コアロン東京が負けると実際の FC 東京勝つというジンクスありましたが、コアロン東京も勝って FC 東京も勝つ、絶対ホーム開幕戦勝つぞ、東京東京東京でいいですね、はい、東京こそ全て俺らを熱くする、情熱をぶつけろ、優勝つかみ取れ、バモ東京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 、バモ、いいんじゃない、なかなか、走り抜けちゃったよ。東京こそ全て俺らを熱くする、情熱をぶつけろ、優勝つかみ取れ、バモ東京、二人囲んで、バモ東京、バモ東京、バモ東京、え、マジか、いよいよ、あぶれ、クリア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 、元気、オッケー、お、カモ東京、カモ東京、カモ東京、よしと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 、あ、今、バーベキューマン、よしと、よしと、いやー、ちょっとなんか、短い短い短い、よしとよしとよしと、大久保よしとの踊りだ、よしと、やつらのゴールにぶちかませ、 OK、 よー東、よしと、危ない危ない危ない、よしと、そうそうそう、よしとが空を飛ぶ、こっからだよ、よー危ない、大久保よし、いやーラララ、いや、東京東京東京、東京マモ、俺たちは首都東京、いいんじゃない、いいや、カモ東京、おおおお、皆さんも一緒に、おおおお、タコスケ、おおおおおお、タコスケ、おーおーおお、いいけ、いよっと、いや、よしとし、よしとが空を飛ぶ、よしと、大久保よしとの踊りだ、よしと、やつらのゴールにぶちかませ、よしと、よしとが空を飛ぶ、そう。どこ、ボールを運び、ゴールを襲いかかります、いや、いや、よっしゃー、きた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 、東京ララ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 ラ、わっしょいわっしょい、左足一斉ギュート、ララ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 ラ、イエー、素晴らしいシュート、ボールもつれたところ、左足見逃せなかった、一本決めた、コースケ、オタコースケ、おおおおおおお、やっぱ精度高い、オタコースケ、おおおお、素晴らしい、絶対取れない氷です、オタコースケ、おおおお、よし、
ホーム開幕戦最高の形で先制点です。太田康介1点決めました。太田康介、ちょっとスタートしていいですか今。よし、さあこっからのプレーが重要です。1点取った後のプレー、太田康介選手の後2点目3点目狙いに行かなくてはいけません。戦え俺の東京、今日も勝利を信じて弾けよう、飛び叫ぶ、ここ負けるわけはないさ、戦え俺の東京。ギョイ、ちょっとちょっと、信じて信じて、弾けよう、飛び叫ぶ、負けるわけはない。ちょっとちょっとちょっと、ファールファールファール、あーよよよよ、え、ちょっと、え、頼むよ。いやいや、ちょっと違うでしょうよ今。違う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 、守備が雑になってるって。ここをどうした、取られ方悪いよさすがに。タキャ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 、おー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 、今日は負けられない日だ。くれ、ガチでいい、ガチで。飛べ叫べ、コハロン東京。バボ、バボ、東京バボ。俺たちの誇り、バボ、東京バボ。ないない。いや、ないでしょう。いや、ないない。絶対ない。いや、完全にボール行ってたリプレイ見れば分かるけど、見たら分かる人にダゾン、ダゾン、ダゾン出して、本当にボール行ってる。行ってる、行ってる。いや、行って、ちょっとマジで引っ掛けられてる。引っ掛けられてるって逆に。絶対止める、絶対止めるよ。いやいやおかしい、真ん中、おいおいおい、真ん中ダメだろ今の。おいおい、なめてんだろこんな実際試合で真ん中って。おいやんだな、こんなこと。お前元気が、やるやる、こんななめたプレーしないでしょって絶対。だお前ほんとなめんなよマジで。やってるやってやるぞほんとに。ここで一発ぶちかませ、コハロン東京。ちょっとちょっとちょっと、焦ってる焦ってる。一回気持ち入り戻せ。俺たちは首都東京を、世界が待っている。え、ちょっと危険なプレーでした。あ、マジ審判今日おかしいなあ。おおおおおお、東京バボンバボンバボ、東京バボンバボンバボバボ、東京。いや、なんで味方にこの気持ち止まらないぜ。いやいや、おい、さっきからおかしいでしょって。サポーター怒ってますこれは本当に。おい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 、ない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 、いや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 、ないでしょ。おい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 、荒れてるぞ試合が。長谷川アリア、ジャスルジャスルジャスル、アミヤのアリア、ジャスルララララ、東京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 、
お東敬語、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 戦え合おう。ないないない、俺たちが東京世界を目指して、あれ狂え、マモマモ東京、マモマモ東京。よっしゃ、違う、持ちすぎ持ちすぎと。いやいやいや、 PK 判定がおかしかったな、これ全部。東京こそ全て、俺らを熱くする、情熱をぶつけろ、優勝掴み取れ、マモ東京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 、マモ、おいおい、ファール、ファールでしょ、マモ東京、マモ東京、東京こそ全て、俺らを熱くす、よしと、情熱を作ってろ、優勝よ、いよいよ、いよいよ、はいはい、ちょっと落ち着いてって、バモ東京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 、いや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 、東京こそ全て、俺らを熱くする、情熱をぶつけろ、優勝つかみ取れ、バモ東京。落ち着くろ、林林林、はい、やぶ、おいおい、さてな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 、絶対触ってないでしょ。飛ぶ叫べ、ゴーハロー東京、バモ、俺俺俺俺、ゴーハロー東京。リツイート、あぶね、ガチャガレ、飛び跳ねろ、あるよあるよあるよ、今日は負けられない日だ、飛ぶ叫べ、よよ、ゴーハロー東京、バモ、戦え青赤、俺たちが東京、よしと、世界を目指、いや、フォールでしょ、あれ狂え、マモマモ東京、マモマモ東京、東、いいよ、一品触ってよ、愛してる東京、ララララララ、愛してる東京、ララララ、いやー、ちょっとトラップしっかり、ララララララ、愛してる東京、ララ、ブラナスクリア、ララ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 、愛してる東京、ララララララ、愛してる東京、ララララララ、愛してる東京、ララララ、いやいや、違う違う違う。いやないでしょ、危ない。ない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 、集中集中。なんでパスでない。バーモ東京バーモ。いやちょっと集中。カモンカモン。FC東京が攻める。いやちょっとシュートまで行こうよ、いよいよいよ。カモン東京カモン東京カモン東京。いやちょっとなんでそんな持ち出すのかが意味わかんねえよ。焦りすぎてんだよ完全に。あちゃー、おさ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 、ちょっとタイム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 、前田良一、俺たちと、でも待って待って、前田良一、やばいやばい、青赤に染まれ、ララ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 、東京の前、いやー、行けよし、いやー、下、ヨシトが空を飛ぶ、ヨシト、大久保、だからちょっと何なんださっきからそれ、大久保ヨシトの鳥だ、ヨシト、やつらのゴール、いやちょっと変なとこ、いや待って待って、やつらのゴールにぶちかませ、よし、ちょっとひどいひどいひどいひど い, いや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 、東京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 、
バモットを今日バモットを今日バモバモットを今日バモバモットを今日バモットを今日バモットを今日バモバモットを今日バモバモットを今日バモットを今日そっちかよ。バモ東京バモバモ東京バモバモ東京。いやー今今出ていいよ。おいおい飛び込んでんだろ明らか。何が問題や。バモバモ東京バモと、おいおいおいバモと、ちょっと高いそう。ない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 。いやー決めてよ。よしとよしとよしと、おーしょうやしょうやしょうや、おーしょうやチャンスだよ。おーしょうやおーしょうやしょうやしょうや、いやー3対0。いやいやいや、森重森重森重戦え俺の東京、今日も勝利を信じて弾けよう。いや飛びたけば負けるわけはないさ、戦え俺の東京、今日も勝利を信じて弾けよう。さ飛びたけば負けるわけも、まい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 戦え俺の東京、今日も勝利を信じて弾けよう。飛びたけば負けるわけはおしゃれいす戦え。いやよし来た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 、よし東京ララ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 わっしゃいわっしゃいララ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 しない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 、前も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 、おーしょうやおーしょうやおーしょうやしょうやしょうやおーしょうや、いや危ない危ない危ない、あぶね、オッケーオッケー、早し早し早し、おー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 、あぶね、おーおー、ちょ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 っと焦りすぎだって、おいおい、あぶねあぶね、おおおおたこすけ、おお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 だよ。いやいや、ホーム勝ち点1に終わってしまった。永井選手の最後素晴らしいゴール、奥田光介選手素晴らしかった、大前選手のナメップ PK もありましたが、いやいやナメップでしょうか、完全に2対2です。点の取り合い、ホーム開幕戦勝ち点1を取る結果になりました。いやー勝てたし、これは素晴らしかった、光介選手のやり足一発で決めました。この後のこれはもう本当に守備が最悪でしたね。坂選手をもうフリーにさせてしまった、コアロン東京の操作が非常に悪い。林選手攻めないでください、コアロン東京悪いです今のは。さあこのナメプ PK も問題視です。これはもう打像も問題視したと言われる真ん中もっこり PK、 これは大激怒です、東京サポーターも。そしてここ1個出して左足一線、長井健介が決めた。
逆足精度高いから左足振り抜いたぞ。なんとか勝ち点1を手に入れる結果、私また東京としては勝ちたかった。パス精度だね、改善すべき点は。シュート数はもう同じぐらい打ってるけど、ここです。パス精度 83% 対 76%、 ちょっとこれ低すぎる。コアロン東京のジンクス、引き分けはちょっと分かんないですが、この分 FC 東京はホーム開幕戦勝ってくれるに違いありません。コアロン東京、広島の力勝負へ届け、勝利の魂を送ります。それでは以上、ホーム開幕戦予想試合、2対2、太田康介選手、永井選手のゴールを取りましたが2失点、勝ち点1を得る結果に終わってしまいました。実際 FC 東京は勝ち点取ってくれるでしょう。頼むぞ東京、お前元気止めろ。それではまた次回の動画、そして吹田スタジアムでお会いしましょう。バイローン。延長戦、実はこうなってました。いきたいと思います。ゴールデンゴールです。昔の J リーグです。 V ゴール方式、決まればこの試合最後の攻撃になりますね。やいやいや、あぶね、いいや、東京が進めて俺らはやってよ。いやいや、オフサイドないか今の。全然ないでしょ。チャンネル登録、ラララララララ、コアロン東京、ラララララララ、チャンネル登録、ラララララララ、幼い奴は、